保福系水スギラエカポーディラセルンムは、日陰のカズラ科のシダ植物。苔を大きくしたような姿の植物。保福系と直立系を持ち、直立系は大きくなると針葉樹にも似た姿になる。常緑性の多年性草本。細長い茎を伸ばし、その表面に多数の針状の葉をつける。保福系は地表を横に這い、時に不規則に分子する。ジャンプするように、 要所要所で地について根を下ろし、また所々から直立系を立てる。直立系は立ち上がり、よく分子して樹木のような形になる。直立系は日本の団地では高さ3 0トルから時に5 0トルにもなる。葉は緑色で全て細い針のように見え、茎全体に生えている。保福形の葉はやや密について、 非張り形からちょう円形で、長さは3から7ミリメートル、幅は1.3から2.1ミ、mm、リメートル、先端は尖り、円は滑らかで中六は不明瞭。直立形の主形は葉を含んで計5から9ミリメートル、その小枝は葉を含んで計3から5メートル。小枝の葉は線状皮心型で、円は滑らか、柔らかで先端が内向きに曲がることが多く。 長さ3から5ミリメートル、幅0.3から0.7ミリメートル。胞子の方は直立形の小枝の先端に1から2個ずつ生じて下を向いてつく。柄はなくて卵形をしており、長さ3から10ミリメートル、幅2.5から3ミリメートル。胞子用は密生し、色は淡く、高卵形で、先端は鋭く尖り、円には細かな突起が並ぶ。は、 上面が滑らかで仮面は盲状の隆起がある。和名は水杉の井で湿地に生え杉の葉に似ることによる。世界の熱帯から熱帯に広く分布する。日本では本州の伊豆半島、東海地方以西から四国、九州、伊豆諸島、小笠原諸島、琉球列島に分布している。それ以北では石川県、富山県、長野県、 神奈川県で限られた分布が知られ、それ以北でも北海道東部まで例外的な分布地が知られる。本州中部以北の地域では、北海道上り別温泉などの温泉噴出港付近など、特に暖かいところで生育している場所がある。箱根山大涌谷にもかつてあったが、関東大地震の後に冷却してしまい、全滅したという。なお、北の方では小型で、南に行くほど、 大きくなる。北海道や本州中部に見られるものは、直立系は10センチメートルかそれ以下にしかならず、ほとんど保腹系のみとなる。また陶器には、ほとんどが腰死し,して、保腹系の先端部だけが越冬する。より南では上緑であり、さらに熱帯域では大きくなって直立系の背丈が1メートルを超え、その姿はまるでクリスマスツリーのようだという。 日当たりの良い,い湿地や切り通しなどに生える。日のよく当たる湿った斜面では群生が見られることがある。日陰のかずらかの大部分を日陰のかずら族にまとめるのが比較的伝統的な扱いで、その立場では本種は日陰のかずら族に含まれる。その場合の学名はライカポディアムセルンムで、記載時はこれであった。しかし、細分する立場から水杉族を立てる説もあり、 その場合は、パリーニアセルネムである。ここでは、ユーリストに従って、ヤチスギラン族としてある。広域分布種であるので、地域による変異は多く見られ、名前の与えられたもの、多いが、その範囲等は明確でない。日陰のカズラ化に属するもので地上を這うタイプの中で、日本産では、胞子の方、下向けに出すものは他にない。一見では、日陰のカズラは、 比較的似ている。もちろん、放子能母付近の形態ははっきり異なるが、栄養体においても、本種の方が単力色で柔らかく、繊細で、女性的な印象がある。また、地上系が倒れて、先端で気寝し、新たな芽を出すことはあるが、日陰のかずらのように長く、地上を横に這うことはない。特に害はない。生け花材料とすることがある。 環境省のレッドリストには特に取り上げられていない。都道府県別では、分布北限域での指定が目立ち、特に岩手県、秋田県、千葉県、神奈川県、長野県、石川県で絶滅危惧愛類に指定されている。これらの北部地域では、温泉や火山に関わる、噴気口周辺に生育しているもののようで、その活動などの状況以下が絶滅につながる。以下、記載は、 主として、岩月編著 P49 巻の P2 岩月編著 P49 巻の P2 高宮 P91 岩月編著 P49 巻の P2 田川 P16 岩月編著 P42 岩月編著 P49 巻の P2 岩月編著 P49 ありがとうございます。